小雪さんの配信の音量分かってくれたおかげで助かる。ラリアと乗らないように気をつけてくださいね。音小さいんですよってずっと言ったからね。その会あって、めっちゃ聞きやすくなった。からなんですが、ちょっとね、各ドライバーさんでも、まあ、ちょっとね、その配信者さんの枠の方で説明があるかとは思うんですが、今年からあの VTuber ファンジピドライバーの方でチーム VC っていうのは強制的にあの使うことになりましたので、今までもあったにはあったんです、去年でもあったんですけど、まあ、強制ではなかったんですが、今年から強制という形になります。でその関係上で、あの配信者さん以外の声が載っていたり、もしくは、まあ、配信者さんの都合のあれで、なんか一人しゃべりみたいな感じに、誰かと喋ってるんだけど、ん？誰と喋ってるんだみたいな感じになってる人がいらっしゃるかと思うんですが、これはチーム VC のチームドライバーの先に、一番道長が一人と喋ってるって感じになります。VTuberFanグランプリ、ラウンド1、バーレングランプリ、開幕戦、今年開始でございます。VTuber 同士の、とうとう始まりました。大人数でのなんかその、大人数で集まってなんかレースしてるみたいな、そういうあれがなくなっております。というわけで、ね、今回ここもご了承ください。VC の方ということで、チームごとの VC となりましたので、今回相方にはなります。この配信者さんの方に誰かの声が載ってるな、誰か知らない人の声載ってるなと思ったら、声入ってますけど、さんだと思ってください。よろしくお願いします。ぜひ、ね、皆さんの応援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。自己紹介しとく。いやー、ゆうびさんの相方やらせていただきます、高井上です。どうもよろしくお願いします。あー、よろしくお願いします。ノリノリやんけ。ノリノリやん。いや、まあ、別に、なんだろう、過去こういうことがやれてないわけじゃないんでね。なるほどね。まあ、もともと高校の時に、放送部だったんで、今年予選がね、あのちょっと経験が変わりまして、喋りの方は大丈夫ですね。まあ、まあ、走ってる時に喋れるかどうかは別問題よ、上の人たちみたいな、ね、それはそう、それはね、私も喋れねえから、マジでだけど、こうそれこそ、なんだろう、高校時代にのその放送部に関しては地域のコミュニティ FM さんで1時間番組持ってたような高校だったんで、そや普通にあの1年間こうラジオのこう体験させてもらったりとかってしてたんで、喋れないわけではない。むしろ普通のあのそこら辺にいる部位よりも喋れるのまだあるいやもうね、そんなことはないのよ、それがね本当に普通にありそうな気がするけど、ね、はい。で、まあ今回はね、ライブなんで、あのコメントとかもいろいろあるので、それも返事しながら、ね、私は走ってるので、よろしくお願いいたします。ここでどこまでね、自分の、ね、乗り方を、というわけで、マルキさんヤッホーってことでいらっしゃいませ。いらっしゃい、いらっしゃいませ。はい、もうこれはね、まずこのまま慣れてる V 生活ですよ。V にはなりません、 V にはなりません。配信者でなら V にはなりません。さてさて、まあでも言うて、言うてほら、去年もね、あの今回マクラーレンからね出る茶屋さんとね、同じ VC で喋りながら走ってたっていうのもあったから、まあまあそんなにこう V の人とね喋るのは全然苦じゃないっていう部分もあるんで、いいね、いいね。もうね、喋りに関してはマジで下手くそだから私。いや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 、何をおっしゃいますやろ。もう喋りもね、あの走りもね、滑りまくってるので今ね。いやー、滑るに関してはね、あのメルセデス2人とも滑りますんでね。それでいいのか。ちゃんと走ろうぜ。いやー、至って真面目にね、多分2人ともやってるはずなんですよ。やってるはずなんですけど、あーっつってこう。しばらくお待ちください。気をつけていきたいね、本当に。いや、本当ね。実況するかもね、開幕戦、しっかり。今回、前代失踪だからね。
ゃんと配信とかねやってないので、いやしかも準備とか忙しくて16人で Q1 落ちがとりあえずありえるからね。果たしてうん、マジで気をつけないと。うん、まあまあ、まあ、そこら辺はなるようになるということで。あ、ちなみにあの第2戦はペナルティーポイントの消化でいませんので、第2戦は頑張ってください。それは頑張るわ。よろしくお願いしますね。でも全然ジェフやってくれてもいいんですよ。いや、できるならやりたいとこよ。ただどうなんだろうね、うん、あの俺はちょっとこうゆみさんの配信環境とかが分かんないからあれなんだけど、配信画面見てたら多分遅延するでしょ。ほんのちょっと遅延があるね。確かに。かといってディスコードで Go ライブもさらにかけるとなると負荷がちょっと上がっちゃうでしょ。うん、そうだからちょっとどういう風にもしこうジェフするならやればいいかっていうのはちょっと考えよう。ま、言って共有してても問題ないわ、問題ない気がするんだよな。ああ、うん、普段からそのなんだろうディスコードとかに共有しながら走ってはいるから、そこまで問題はない気がする、まあ、ほらそこにさらにこう配信にかけるなんだインターネットの回線があるわけで、ディスコードも回線かけるってなるとね、その辺がちょっとどうなのか。あの前の松さんやってくれてた時もそれディスコード共有でやってたんだけど、そうだそうか、問題はなかったから。そういえばそうだったね、うん、大丈夫だと思うんだよね。じゃあそれでジェフやるか。うん、そしてね、まあ、その時はよろしくお願いします。よろしくお願いします。 VR 観戦がスタートしましたので、よかったらね。さあ、いける。29周やんけ。コメントのところそうだから29って俺今回雑談部屋に打ったはずよ。リンクとバスワード見えてなかったわまあ走ってるとね練習で走ってると見えてないからね。 VR 観戦できますので、よかったね。 VR 観戦よろしくお願いいたします。タイヤどうしようかな。タイヤ選択しないといけないからね。さあ、それ予選始まります。よし。あ、ツイッターやってね。どうしようかな、タイヤロケーション。ファン DP 2022シーズンですね。ラウンド1バーレングランプリ予選の時間です。とりあえずバランスにしとこう。改正です。改正となっております。絶好の予選日和ですね。ちょっと今年からね、スタートのね、このムービーも変わってますので、よかったね、ちらっと見ていただければと思います。若干だけど変わりました。スーパースター。いやー、16台もいるとどのタイミングで出るかな。スーパースターはね、走らないけどコメントに見てくれてるぞ。そもそも選択してくれない。そもそも選択してくれない。もうでも開始のあれはカウントダウンはされてるけど、ね、今ちょっと準備中ですね、ドライバーが。ロピアップデート。セモさん落ちたとかそういうあれか。あとね、今年からあの、まあ、いろいろと準備をしまして、配信 UI もねちょっと変わっていたりとか、ピー、まあとはあのパソコンもね若干ね強化してきたので、今年は映像が滑らかになってると思います、多分。セッティングロード。セッティングのロード。バーレン本戦。あと今年は、ね、2-2 の仕様なんですけど、若干。セッティングを移して。若干なんですけど、サーバーそものものがそもそも不安定なんで。そこでちょっとね、ラグだったりトラブルが起きることもございますがね、そちらね。ちょっとこれ、さすが姫さんが出てた。さすが姫さん。今年も開幕とかで。ドライバー一人出てきましたね。ベアリスさんも出て。フェラーリも出てきました。アルファロメオ。あ？アルファロメオ姫さんですね。肝取り姫さん先頭でスタート。さあ今年の。表示見ていきましょうか。今ならコースがガラ空きだ。何ラップか走ってこないか。出血確認忘れずに。忘れてた。変動がね、こんな感じ。
感じで表示されて、スピードメーターだよね、こんなの。おー、すげえ、スピードメーターも出てる。おー、どのぐらい出てるか、スピードがどのぐらい出てるかっていう表示が出てきます。で、そして、はい、こちらリーダーボードですね。いいな、この表示。ドライバーに一覧出ております。で、今年ね、ちょっと面白いのがありまして、アクセル回路とブレーキ回路全部見える。やば。いいなこれ。そのインフォメーション。ああ。本当だ。これいいな。こうなんだろう、昔のあれ UI だね。こうパターン的に。まだいつも通りのお天気。まあまあまあ、それはそうだけど。それでもさ。まあ、今日はすげえエアテンプチャー、トラックテンプチャー。あっちの方が見やすい。そしてこのバーの方もまあわ、まあ、かるにはわかるけど。あっちのメーター式の方が好きなんだよな、私。ドライバーのバトルのね、お状態とかもこうやって見れるようになっております。すごい。あ、ぜひね、ちょっとね、今あの公式配信の方をちょっと見ていただければ、ね、視聴のご覧の方はね、見ることができなっております。なんだろう、テレビみたいな感じで見れますので、よければね、そこら辺をね、概要欄にありますので、そちらの方で飛んでいただいて、見ていただければなと思います。これはいいな。バトル状況も出てきます。はい。皆さん、まず一発目のタイムが面白い。ここなんで意外と出てないな。ちょっと右下の方ね、画面右下の見ていただけるとわかるんですけど、もうターンいくつとかね出てくるんですね。今ターン点。タイミングで出るかな。みんなが難しいタイヤロックするターン点とかね、絶対コモン出んだよな。これ情報も全部で出てくるので、今年はね、全部視聴する方は、ね、結構ね、より見やすくなってるのかなと思います。これはね、普通にビルドで見てたい。走らずに見てた。絶対楽しい。楽しいよね、見てて。絶対いいな、このメーター。メーターいいな。姫さんが出していきました。さあ、このタイムに続いていけるか。32秒093。まだまだ爪隠してますね、これ。さあ、で2番手タイムは、あ、はいや、はいや。いや、一緒のタイム出す。9番から早いタイム出すなよ。はいや。やはりのエースとしてね。マジで。リアリスがどのぐらいね出してくるのかっていう。いや、いいよ。ちなみにシーズン前のテストとかだと、ただしさん、リアリスさん、あとはタカさんとかね、オーソンさんとかがね、めちゃめちゃ速い。タイヤさんもそうですね。いやー、これ滑ってクラッシュしそう。これ速いんですよね。そこら辺が上位占めてくるんじゃないかと。さあ、2番手タイムにタイヤさん来ました。1分30秒368ですね。どのくらいが今アタックなんだかわかんねえんだよな。なんでクロちゃんの名前だけかん、あれ略称になってんだろう。今アタックしております。さあ、レンディさん、こちらスポット参戦ですね。マクラーレンカーこれ後でして一緒言ってあげろ。じゃあちょっとね、ライバル企画とかここの後でやっていきたいと思います。今映していませんでしたが、ノルンさん、ウィリアムですね、1分33秒219、5番タイムで、6番手にバージョン1分36秒190ですね。1回出るかね。そうね、そろそろ好き、1回入るでしょ、みんな大体。スタンバイ。セモさん、ハーフ1分37秒594。あの、一発目ね、ハルーさんから多分、またぐるぐる回るんじゃない。さよなら。どうすっかな、どのタイミングで行こっかな、これ。
とりあえず僕は1回出ますね。はい、了解。こちら、マスクマフラーレチームメイト、スタイサービスのレギュラードライバー。ちょっと路面を作ってもらってね。あ、まだまだ。あとからゆっくりと。今回どうしようかな。ハードソフト、ソフトハードでもいいんだよな。今回からハンコに変わってるのでガタ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 ってめちゃくちゃうるさいのでよろしくお願いします。そうね、ハンコンでの初出走でございますよ。そうだね、初出走だね、会議としてもそうだね。アイレーシングとか出てたとはいえ、またね、アイレーシングと違うもんね。全然違う。アイレーシングの方でも F1 は乗ったけど全然違うよ、やっぱり。全然アタック中じゃないんだよな。レースなし、ホットラップのみ。とりあえず僕はピット戻ります。はい、了解です。いや、みんな早すぎるわ。そんなことはないです。マジ早い。32秒しか出てない。
とりあえず9番落ちなきゃいいかなって感じ。そう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 、とりあえずタバコ吸ってきます。はい、今どうでしょうか。はい、ちょっと待ってくださいね。ダンさんソフトタイヤでのアタック中です。我々のベストラップは1分31.2。さあここからどこまでタイムを上げていけるか。ローソンさんこちらもちょうどアタック中ですね。セクター3どこまで回り切れるか。ローソンさんタイムは16番手1分38秒834。ここから連続勝ちが出てくる感じですよね。今のままだと 107% でおそらくですけどダンさんとオーソンさんたらちょっと危ないかなって感じがしますね。後ほど このセッションは残り5分だ。さあ残り5分となりました。さあまず9番はしっかり突破できるのか。今ノックアウトゾーンにいるのはオーソンさんですね。16番手オーソンさんとなります。そして今年 107% からかね、そこも突破できるかっていう、この一つ注目点となってきます。最高速度で16位だ。300.24.5キロ。タイム伸ばせるか。7番手1分31.995ですね。そう、今日16台だから1台だけで、ね、ノックアウトになります。そこまで伸びないなやっぱ。サーブのオーソンさん12番タイムで、ダンサーも11番タイム投げてきますね。さあこれで今ノックアウトゾーンはシルビナさん、今アウトラップにちょうど出てきてますね。シルビナさん現在アウトラップに出ております。現在ノックアウトゾーンにいますね。その上ノルンさん今ピットに入っているんですが、もしシルビナさんがタイムを上げるとちょっとね辛くなってきますね。このあとクロちゃん、ノルさん、シルフィナさんのあたりでバトルになりそうですね。さあそして千早さんタイム上げて9番タイム1分32秒101、タイムに来ました。さあアタック見ていきましょう。あらクロちゃん、残り3分を切りました。ここからが、まあ、連続アタック含めて大体2回アタック、ね、できますので、どこまでタイム上げてこれるか。でクロちゃんがリタイア、これは痛いですね。クロちゃんリタイア、なここで何をやってしまったのかってなってくると、シルビナさんがクロちゃんのタイムを超えれれば9番は、ね、突破確定になりそうですね。いやこれはどうなるか。なかなかもう走るのに精一杯。あと2分残ってる。さあ残り2分を切りました。
さあタイム的にはかなり詰めれている感じがします。さあシルフィナどこまでタイム上げれるか。あでもこんなもんだよな。さあ結構攻めてますね。かんねえ切りまで攻めて、さあタイムはどこまで伸ばせるか。14番タイム1分33秒045。おっとノルンさんスピン。さあ残り1分17秒。あっとこれノルンさんタイム的に33秒140でノックアウトゾーンになってるぞ。これノルンさん間に合うか。ちょっと区間的に間に合うか間に合わないか微妙なラインのところに回ってしまった。いやこれはノルンさんが乗っかるとか。クロちゃんギリギリ生き残れそう。まあ、ただ、まあ、急に走れないけど。あこれ間に合うのか。マシンダメージパッと見なさそうなんで。我々のファステストラップは 1.31.2 切られる前に通過できればって感じなんですが残り30秒。いやこれは間に合わないか。間に合わなそうだ。ちょっと途中若干アクセル抜いてたのもあってこれ間に合わないですね。ということで9番ノックアウトのルンさんになりそうだ。今チェッカーフラッグが切られました。今のスタートはアマーサーのゲームズ。これ1台だけ敗退となります。あータイム負けてんな。いやこれ痛いですね。続けては9つ目もう踊り。クロちゃんがリタイアなんで。おかえりなさい。4台で。クロちゃん何やったになるんです、ね、クロちゃんバックストレート、バックストレート、なんだっけ、最終コーナーの前のストレートのところでハンドル取られたんだろうね。あスピンして壁に刺さってた。わお外側の壁に。そしてノルンさんがノックアウトっていう面白いことになってくる。そう内側に滑ってって、でハンドル切ったら多分外側にすっ飛んでたのかも。あーはーはー、よくあるスピンだね。あれは顔見ていきましょう。押さないでね。ドンプッシュ。さあ9番結果はさあリアリさんトップ1分28秒814。そして惜しくもリタイアとノックアウトになってしまったクロちゃんとノルンさんという感じですね。今ちょっとリザルト取ってるので少々お待ちください。もうねまだ見慣れないんだよね。マシンがマシンとドライバーがさ、ソフトタイを選んでると思いきや、タナスさんとタカさん、そしてレンディさん、ミディアム選択という感じとなっていました。さあ、ということで、取り終わりましたので、この後9つスタートね、このまま行ってもらいたいと思います。さあ、続いては9つです。9つスタートです。さて、9つどのタイミングで出るかな。どのタイミングかな。いや、キューツーなー、どのタイミングも怖いんだよなー。今回の 107% タイムだったんですが、いや、もう黒ちゃんはもう瀬本さんに大目玉食らってんだろうな。 107% の方は、うん、みんなクリアしてる感じですかね。あ、ちゃんとクリアできてたんだ。33秒987。おっとなってくると、あ、セーフですね。
ノルンさんで33秒4とかじゃなかったかな。4だったもんね。今回一番遅かったノルンさん33秒140だったんでね。あ、140か。ギリギリセーフ。危ない。続いては Q2 ですね。Q2 からトップ10ですね。そうだね、1分34秒を切っていれば大丈夫ですね。さあ Q2 始まっていきました。どうしようかな。まあ姫さんやろな。まあでしょうね。姫さんがいつものいや、ここで見てるのき、やっぱここあれだよな。一発目に見てみるの正解だよな。タイヤ的にな。そう、多分あのソフトロケアレクエーションにすると、あの四本ソフト持っていけるんで、今コースが空いてるぞ。いいんですけど、バランスにするとソフトソフトソフトミディアムしかないってなると。Q3 生き残った時のことを考えたら、ミディアムで Q1 タイム出せるなら出した方が、そう、 Q1 出した方がいいんだよね実際。まあとは言ってもですよ、とは言ってもあの Q3 用のソフトが1本あるんで、ユーズドのミディアムが1本あの決勝に持っていけるかどうかなんですよ。本当できたんで、結構配信も結構ダメな場所、去年ね、ちょっとカクカクしたところもね、あったんですけど、結構滑らかになったっていうのと、配信の、うわ、めっちゃ混んでんな。完璧。すげえ混んでる。トラフィックパラダイスだ、これ。トラフィックパラダイス。さあ、アウトラップ、入念にタイヤ温めておりまして。大丈夫か、これ。選択してますね。かといってまだ出てない台数も同じぐらい出てないんで、これはどういった戦略なのか。そうなんだよね。いや、マジでタイヤどうしよう。トップ10以下からの出ね狙っているのか、それともソフトタイヤを残しておきたいのかっていう。タイヤ、スタートタイヤ本当にどうする。いや、私それに合わせるわ。わかんない。ミディアムかハードか。走れちゃうから。ミディアムかハードかどっちかだろうとは思ってるけど。さあセクター2難しいね、この。それなの俺。これ私ソフトから。出ていってこの後下り坂から。行こうかな。下りながらのブレーキ。ソフトスタートで。ソフトハードで行く。マジか。別に温度低くても回らないことが分かったから。なるほどね、うん、とりあえず僕出ます。はい。ちょっとね、あの前の方を荒らしに行かないとさ。マジか、ソフトハードか。ソフトハード届くか。いや、ギリ届くか。届く。いや、余裕で届く。さっきのフリー走った時にハードが余裕で間に合っちゃったからね。リアリスさん回ったの。あらら。私ハードあの27周持ってたので余裕でソフトが届く。ソフト何周走るかな。6周とかかな。6周走りゃもう余裕でハード届くから。まあかといってラップタイムが33秒だから、まあまあまあ悪くない。 SC 入った時にどうするかもね。そうなってくる。まあそうなったらミディアムで、まあミディアム履きたくないんだよな。今日の感じがミディアムくそないんだよな。あんまりミディアムの調子が良くない。良くないね。ミディアム入った瞬間に回る。あーハード回んないのにミディアムだけ回る。タイヤ温度ソフト回んないんだよ。タイヤ温度低いとかじゃない。単純にミディアムが合わない。それだったら
ハーフミディアムだけ合わない。なんだ、ハードソフト全く問題ないんだよね。不思議でしょうがない。残る燃料は2ラップ分だ。また終わったら直しますんで。まあいいな。さあ、リアリストップタイミック30秒128。さあ、タカさんはセクターまで勝っていたんですが、セクター2、セクター3でまくられてきました。これさすがという感じですね。リアリストのヘルメット、仮面ライダー風どうだろう、ちょっとわかんないな。視点変えてみても、パッとわかんないな。ネットアップになってる。どうだろう。アタックいきます。頑張れ。まあ、また別に見る機会があったので見ていきますか。なんかここダンさんでマウトラップ出てきますね。今12番手なんですね。さあこちらユーミさん、今アタックに入ってきました。さあちょっとね、ピットからごちゃごちゃと車が出てきたタイミング、気流が乱れてコントロールを失わずに切ればいいか。まあ場合によってなかったら切ればいいかもしれないですね。
怖いよ。ちょっと前のところイエローになったけどギリギリ解除してくれたわ。危ねえ。ダンさん、今現在私のメルセデスユーミさん、そしてその後ろレッドブルのタレさんですね。現在ノックアウトゾーンとなっております。はい、フーティーラッサイン、ハロー。ナウ、ラウンド1カテゴリー1クオリファイン2ナイス。ゆうみさんタイムは出ないよな。全力でアタックしてもこれだもんな。シルビナさん、セモさん、ダンさんとタダシですね。待っております。さあこれタダシさんがトップタイム1分29秒7番さん29秒台に入ってきました。レッドブルー、これノックアウトゾーン、姫さんとシルフィナさん、セモさん、ダンさんという感じになりました。おっと、シルフィナさんがフロントウィング前走してるぞ。さあこれは緊急ピットインです。前走バトンしている。さあこれ早く修理をしてコースに復帰したい。さあこちらシルフィナさんチームウェイト姫さんですね。11番タイムソフトタイヤでできています。さあなんだかんだで31秒台までねノックアウトゾーン上がってきました。無事に気抜けることはできるのか。我々のファステストラップは1分30.4。10番手のヒロヒロさんが今31秒779なんですよね。でここら辺が詰まってて、オーソンさんが746、マーちゃん775っていう感じですね。めちゃめちゃ詰まっております。これピット入ってももう一回出れる時間あるか。私出ないから大丈夫。あ、出ないのね。うん、了解。これで終わる。ダンさん12番落ちたら落ちた。了解了解。いやー、しょうがない。いや、これ以上タイム出せない。無理。いや結構31秒台ひしめいてるからな。でライブタイミング全車出血確認完了しました。ありがとうございます。これはねもうタイム落ちてもしょうがない。6番タイムだったヒロヒロさん、これ6番タイム1分30秒。今回はマジで自信ないんだもん。マジで無理。ここでソフト使って、ここでソフト使って、最高速度で14位だ、300.24.6 Q3 行くぐらいだったら無理だから。なるほどね。10番手から上上がれないからこのままでいい。あで、シルフィナさんは出てこないですね。マジでこれもうハミルトンみたいな感じになってる。まさにハミルトンみたいな感じになっちゃってんだって。みんな早すぎるわ。決勝にタイヤ温存って感じでしょうか。あ、残り1分30秒。もうミス。いやでもこの中段でスタートする感じ久々だな。VF1 入った初期の頃を思い出すね。今ただしさんから見て1秒にだいたい30秒前半中盤ぐらいですかね。今ここからどこまでタイム上げれるか。さあ残り1分を切った。さあまずセモベンテコントロールライン通過。タイム8番手1分31秒349。さあ一気にタイムを上げてきました。あ、落ちたね。落ちた。頑張って。さあこちらヒロヒロ、この策はマジで遅いってずっと言ってんの私。まあハンコン使ってね、初めてといえば初めてだしね。慣れる F1、 そうアイレーシングとまた違うから慣れるのにねちょっと時間も必要だし、そもそもアイレーシングも走れてないしな。シルフィナさんが今出てきた、アウトロップに出てきましたね。んこれはなあ、どうして出てきたんだ。そしてオーさん、シルフィ何やってた。
コントロールライン通過して、あー12番手スタートですね。あれ大園さんがどうかだね。ユーミさんとシルフィナさんがすで、にノックアウト確定しています。あこれ今年予選、あー大園さん回った、大園さん回った、あー大園さんスピン、ダンさん、ユーミさん、オーソンさん、シルフィナさんノックアウト。そしてダンさんは、はい、ノックアウトです。更新できず。初じゃねえかな、Q2 入った。あら。ダンさん、ユーミさん、オーソンさん、シルフィナさんがノックアウトとなりました。いやー、キルカメラ捉えてしまった。あそこ回りやすいポイントではあったんですが、いやー、オーソンさん回ってしまった。Q3 進出は。ただしさん、リアリさん、タカさん、タイエキさん、レンディさん、こっから先はね、安全に走ってね、まあ上位進出はね、いつの間にか上にいる上にいるってことをやりかねないので、書かれているんですが、その中でもマクラーレンがね、2台とも進出という感じになってね、そうなってくるとあれじゃない、ソフトスタートよりもハードの方がいいんだよね。まあね、ハードスタートもあり、実際私どこまでも乗せるからハードソフトでさ、無理に前に突っかかって事故った方がきつくない？まあそれはそう、この後の Q3 ですね、多分スピード域違うから、ソフトだと簡単に抜けるだろうけど、うん、抜こうとしてガンってなっちゃうのもね、どうかなっていうのもあるし、まあそれあるね。じゃあおーい、マルシブコメントビアくん、君どんだけ節約切るんだい。レギュラー参戦してれば一瞬で切るじゃん君。ちょっとあれだけど、今スポット参戦もあれだからね。さあということで Q2 の結果です。さあただしさんのトップタイム1分29秒台、1人だけ入ってきましたね。で今ちょっとね、計測してるので少々お待ちください。あら、おお、しょ。さあレースディレクター見ていきましょう。まーちゃんはトラックリミット1回だけやってるだけぐらいかな。はい、ということで以上 Q2 ノックアウトはダンスさん、ユーミさん、オーソーさん、シルフィナさんとなりました。まあ、アルファタウリ、メルセデス、アルピーヌ、アルファロミオが1台ずつね消えた形となります。いやしょうがないね。さあ続けては Q3 です。まあまあまあ、さあ第1戦バーレングランプリホールポジションを決めるのは誰か。今回だってマジでベストラップ定数ギリギリ29秒なんとか乗ったかみたいな感じだったから走れないそもそもが。まあまあまあ、ご安全に行きましょう。まあ安全にね、 Q3 もね、 Q3 も安全に行きましょう。無理して事故ってもね、うん、うちら2人だから、そう うちら2人だから、ポイントはこっちの方有利だから、まだね、まだ上位に行ける可能性はあるからね。そう、2人でちゃんと完走しければポイントどんどん上手いから。オーソンさんがね、この Q2 で落ちるっていう、挙動がねがっつり変わってるんで、そこら辺がやっぱりね、まだまだ掴めてない組と掴めてる組とのね、やっぱ差がちょっと出てきてるのかなっていう感じですね。第一戦はね、やっぱこういうのがね起きうる。エンジンスタート、準備完了だ。さあ Q3 始まっていきます。あ、そう、ユーミさんはハンコンで今年からスタートですね。例えば姫さんが早い姫さんは早いな。ポジションを決める戦いです。あ、そこまで入ってます。
症そこまでがそこまで事故にないんじゃねえかな。残る燃料は2ラップ分しかないぞ。28秒台か、早えな。いやでもほぼほぼ28秒台乗ってっからいけるいける。もう一本戻って出れば全然いけるいける。ここまで来たらほら間から無理ができるから。ほぼほぼ 2,3 番手は確定してるようなタイムになってるから。たい焼きさんがどこまで伸ばしてくるか、どうなんだろうな。たい焼きさんもそこまでタイム伸びきれてなかったからな。サマータ君の時に3番タイム。おっと1分29秒198。高橋さんとコンマ001。あのコンマ001。なんやそれ。これ激アツですね。コンマ001やで。やば。セクター2がちょっとまとめきれなかったっていう感じでしょうか。もう一本行ってしっかり球出せこ。こんなタイム比較もね出てきます。いやトップが激アツですね。これは総がつい、いけるいける。28秒乗っけれるよこの調子なら。どうだろうな。ここから狭そうだね。我々のファステストラップは 129.1。 もうちょい待つ。激アツ。さんはちょっと今まだ温めてる感じですね。太陽入念に
ウォームしてる感じですね。この週はタックしないようです。あ、誰か出てくるかな。マクダレン、あとあれだ、ヒロヒロさんが出た。セモさんだけですね。あと誰だ、もう一人出たな。姫さんかな。ドップです。セモカメラ、なんかイタリアン、ね、今3台出てった。はいはい、レンディさんも出てった。ヒロヒロさん、レンディさん、姫さん、緑、白、赤、サイゼリアみたいにカラーしてる。もう一台だな、あれ。しっかりタイヤを温めて、残り4分、どこまでタイム出せるか。チヒャが出てった。ちなみにたい焼きさんまだノータイムなんですよね。もう一人出てった。まーちゃんが出てった。まあ、フェラーリ PU のあれだね、多分意識してんのかもね。ただハースはあれなんでね、アメリカのチームなんでね。あのフェラーリ PU だけど。さあ、こっから全力アタックです。出ます。ガレージを片付けてくれ、マシンを出そう。このタイミングだと後ろからあれかな、アタック中のヒロヒロくんが来るかもしれない。うん、ヒロヒロくん通過するけど、姫さん後ろから来るかも。あー、でもギリギリ突っかかる。うん、大丈夫、スピード落とす。去年はね、このセクター1、ターン4で、姫さん出てきたよ。ターン4でね、下げるのがめちゃめちゃ、こう走りまくるっていうね、やっております。タイミング悪い、ちょっと大丈夫か。 OK、OK、OK、OK。さなければ全然余裕で間に合うと思います。前のあ、レンリクアタック失敗。後ろからのアタックなくなったよ。大丈夫、大丈夫。私にはそんな触れねえわ。いや、あのソフトだから触れる。ハードズ絶対無理。ソフトでも触れない。まああれがあったからね。怖くてしょうがない。
けど。エネルギーでいいな。まあ、3バッテリーよしとしましょう。今タイム更新してもね、多分届いてないのよ。じゃあ9とかそのあたりか、うん、ギリギリ届いて。そうそうそう、28秒、あの真ん中まではいけてないかな多分。まあ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 、まあ、でもでもでも、うわあやばい名前の2台。でも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 1秒離れてないから高さついていけるよ。いやー厳しい厳しい。最初の3周の勝負、そこで後ろにべったりついていってれば、あとはもう DRS で後ろをゆっくり走って離されないように走る。私ずっとそれやらされてたからな。マジしんどかったあの時。さあヒロヒロ上がった5番手1分29秒778。ただレンディーには届かず。いや早いな。いいね3番手スタートだよ。そして姫さんがセクターズパープル。まあ予想的にはまあこの辺になるかなっていう感じではあったから。たいやきさんがちょっと走れなかったのがあれだったけど。それでもあれじゃない、ギリギリ4番手入ってくるかどうかだと。ちょっとトイレ行ってくるわ。オッケー。初め286決めてきた。いや今年は正しいの時代が来るかもしれない。2番手リアリス、そして3番手に高井延、レッドブル、フェラーリ、メルセデスと続いてきました。そして4番手レンディ、マクラーレン、5番手にアストン・マーティン、ヒロヒロ、そしてウィリアムズ、マーチャンもね来ております。以上 Q3 の結果です。いやちょっとね予想外にたいやきさんのトラブルもねあって、完全な勢力図っていうところはねちょっと一つね見えていない部分はありましたが、これ新時代来るかもしれません。さあどうでしょうね、レースディレクターを見ていきます。でレンディさんがちょっとトラックリミットに超えてしまってタイム出せてなかったんですね。戻り、おーかり最後のピットに入ってたの、それがいやー最後ミスったの悔しかったな。で姫さんが7番手、チハさん8番手、マクラですね。まあ限界まで9番手行ってたからでこそ出せなかった。チハさんは9番手という感じになりました。いやそこ4で立ち上がるか5で立ち上がるかで本当迷いどころなんだよな。たいやきさんはあと 2,3 分ぐらいで戻ってこれそうなのかな。ちょっとういつ打ったやつかな、5分ぐらいあればいけるかもしれません。なったら多分13あと 2,3 分ぐらい、12番手、13番手、どの番手だったか覚えてね。このあとで決勝セッションとなります。いや決勝楽しみだね。で一応11番手以降ね振り返っておきますと、11番手がアルファタウリーのダンさんですね。で12番手がメルセデスのユーミさん。で13番手がアルピーヌのオーソンさん。で14番手がアルファロミオのシルフィナさん。で15番手がハースのクロちゃんですね。で16番手がウィリアムズのノルンさんという感じになっております。この下の方がね、そんな感じになっております。さあ、それで、じゃあこの後決勝セッションをの時間をちょっとね予告しておきますね。ミハイル大丈夫かな、シューマッハには慣れない気がするな。チェックお願いします。チェックしたいです。でドライバーの皆さんしばらく
お待ちください。ちょっとその情報だけ拾ってからアナウンス出します。林さんあと何分ぐらいかかるかちょっと拾いつつアナウンス出すのでしばらくお待ちください。 Please wait。Please wait a little minute. Everyone, please wait. Oh, okay. 23週。ちょっとお待ちくださいね。情報集中。小雪さんが何も言えない収集中です。収集中です。小雪さん大丈夫か。髪やんけ。何分スタートかが分かればタバコ吸いに行けるかどうか分かるんだけどな。今ちょっとコメントしてるからどうかな。髪小雪助からないで。ヒューって感じ。タイヤセット忘れないでね。ああもうちゃんとやりましたよ。分くださいか。オッケーオッケー。じゃあ待てる限界的にそうですね。23時10分に。10分。スタートの予定。23時10分。タバコ吸ってきます。10分にスタートの予定。ああ。23時10分にスタートの予定で行きます。でそれまでにドライバーの皆さんはだから私の手より行っちゃおう。よろしくお願いします。まあ終電補給とかしといてくださいね。小雪さんを整理に呼びたいです。はい、ということで一旦ね実況席の方に戻ってきます。さあということでですね、まず23時10分にスタートとなりますので、しばらくお待ちください。はい、Let's start with 23.10. ドライバーの皆さんはそれまでに、ね、ちょっとお手洗いとかに済ませておいて準備の方よろしくお願いします。No rebuilding room. Yes. Keep room. Please wait. Ah. 情報収集中。いいですね。終わりましたので。あ、そして VR チャットの方は誰か来ているのか。ちら。もう準備よ。みんな VR チャットに来てくれ。誰もいない誰もいないぞ。誰か VR チャットに来るんだ。知らんそう。みんな一緒に VR チャットで見ようよ。楽しいぞ。スーパーパイロット VR チャットってのはもう VR ゴーグルがなくあの、ね、VR ゴーグルがなくてもあのデスクトップ版で今、ね、小雪さんこの最新用 PC の方ね、VR ゴーグル繋いでないんで、デスクトップで、ね、入ってるんですけど、デスクトップでもね、こうやって、ね、入って楽しむことができるんで。ちなみにこんな感じで、スケジュールとかもね、このサーバーの確認するのもあります。そう、レスト、VFN バーってこんな感じですね。23.10。ちなみに入るときに、ちゃんと公式サイトからね、入んないと、あのパスワード入力があるので。10minutes.ビールね飲めなくはない。ここからバイバイビーって、ビーって出てくる。ちなみにベッドはない。椅子なんですけどこんな感じ掴んでもらうと自分で座る角度とかね、こうやって椅子の角度ね調整できるので、
まあ、見たい角度でね座ることもできます。おー、センキュー。例えばだけど、グッドラッキー。椅子をこんな感じに斜めに向けて、こっちをね、斜めに向けて、お互いにね、向き合いながらね、喋りながら見るっていうのも、ね、こんなできるので、ね、はい、戻しておきましょう。睡眠ベッドってここバーだからバーだから寝る場所じゃないから寝る場所じゃないからね。はい、というね、もしねパソコンで持ってる方にいらっしゃいましたらね、あのぜひ VR チャットっていうね Steam のゲームなんですけどね、あのインストールしてもらって、ぜひデスクトップモードでもいいのでね、ちょっとね観戦していただければと思います。よーし、体持ってなくても無料のアバターとかにねいっぱいあるんで、無料アバターとかもあるからね、 VR チャット。小池の始めた当初はねずっと無料アバター使ってたしね。ちなみに2階もあります。2階もあって、2階一応ねソファーはあるよ、ソファーはでっかいソファーはあるよ。寝れなくはないけど、誰もいなければ寝れなくはないけど、フルトラッキングだったらね。そう、無料でできるからね、いっぱい無料のアバターいっぱいあるからね、なんならいっぱいあるんで。あのね、ちっちゃいオレンジ髪っぽい猫がいるし、ね、おかえりー、2階もあります。まあ、ぜひね、VR チャットが誰もいないという悲しい状態みたいです。うん、回はね、まあでしょうねって感じ。まだいっぱい席あるんで、ね。まあまだ立てたばっかりですからね。席でもあるし、うん。こういうところでなんかグループで集まってね話しながら見たりっていうのもできる。こういうのはまあ私の方で拡散しやれば結構来てくれそうなもんだけど、どうやかな。まあ、VR チャットの宣伝もしたので。もともとユミさんの方が VR チャットをあれですもんね、結構やってらっしゃいますもんね。まあまあ、はい、それはそうね、かなりやっているからね。あと3分ぐらいですね、もうしばらくお待ちください。で、普段からね、このワールド自体はねオープンはしているので。あ、誰だ押したの。まあね、V ファンがない時でもね、まあ、使ってもらって、ね、問題ないんですけど、できればね、V1 倍ファン時期にみんなでね、参戦するっていうね、のが一番いいのかな。お、VR チャットダウンロード中。間に合うか間に合うのか明日はね、カテゴリー1組とかでね、カテゴリー2見ながら、雑談とかしてもらえたらいいんだけどね。誰か押した。おっと、誰だ押したの。間に合う。みんな今大丈夫？ちょっと待ってくださいね。誰をしたの？誰も戻ってない人がいるかもしれないから。リビディングルームね。部屋立て直し。リビディングルーム。今間違ってドライバーさんをしちゃったようなので。ルーム立て直しします。せっかくあと2分だったのに。Everyone, please. ひろひろさん。Please this. Now this session. For main menu. ヘアバッハになりました。まさかのヘアバッハになりました。まあまあまあ。タイヤに関してはね、問題ないから。ちょっと間違えておっしゃった人がいるので。これはペナルティーですよ。これメインこれペナルティーですね。これは没収ですね。まさかの、まさかあと数分だったのに、あと数分やったのに、なんだ、あと1分ぐらいだったのに、オーマイガー、オーマイガー。ちょっと待ってね、今部屋立て直しします。オーマイガース。まあ良くも悪くもみんなタイヤ状態がリセットという。ちょっと待ってくださいね、今。その代わりセッティングロード忘れないでね。なんだ。ブラウザ間違えた。
これ食えるまで仕掛けてします。しばらくお待ちください。まあね、ここら辺は立ち直しいつもで慣れてるんでサクサクってやっちゃいますよ。そうなんだよね、ルーズマスターがさ、セーフティーカーとかさ含めてさね、コントロールできたらいいんだけどね、うん、何分まで、ね、スタートしないとかね、制限かけれたらいいんだけどね。起動できないはなんだろうね。しばらく時間かかってるだけとかじゃないかな。か もしくは何かしらトラブルが出ているのか。まあ、インストールした後に一旦再起動とかしておくと安心かもね。新しいソフトを入れるときは一旦再起動しておくと安全だぞって。ということで部屋今立ちましたので、はい、行ってください。部屋立ちましたと。便利さか。さあみんな入ってください。でこっからグリッド整理とか行うので、14分ぐらいまでには頑張ってやります。大変だ。なのでみんなサクッと入ってください。サクッと入ってください。ちょい離席。サクッと車選択してください。VL チャット用のね、そう、VL チャット、VL チャットのアカウントがあるんだよね。まあ、なくてもプレイはできるんだけど、あった方が便利。そうだね。VL チャット、Steam から起動するんだけど、その見るのには、まあ、別に VL チャットのアカウントなくてもいけるんだけど、あった方が便利。まあ、後々にいろいろやっていくとだね。そう、大会用のね、なんかそのルームマスター権限的なやつが欲しいよね。e スポーツプロとかもね、まああっちはみんななんか結構訓練してやってるからあれだけど、戻り、まあ、ミスがある可能性あるからね。あと一人来てないかな。でもたなしさんが来て16名ですね。そしたらちょっと待ってくださいね。今からグリッド整理を行っていきます。ちょっと待っててね。ルルルルルル。ムーブアップ。ただしリアリス、クロさんが押してどうすんね。私の方でさ、レンディヒロヒロ、まーちゃん、ヒメさん、ちはや、せんも、たい焼き。で、中1番手1個が、ういっと。だーん。ゆみ、おそーん。シルフィーナ、クロ、ノルン。これで OK かな。見てるみんなもチェック。ただしさん、リアリスさん、タカさん、レンディさん、ヒロヒロさん、マーちゃん、ヒメさん、チハヤさん、セモさん、タイエキさん、ここまでがトップ10ですね。まあここは間違いないかな。はい。
で11番手以降はダンさん、ユーミさん、オソさん、シルフィナさんで、クロちゃんはリタイしてて、でノルさんが16番手でした。はい、これでグリッド整理完了です。で、一応ルームセッティングね、念のためね、何かがあるといけないから一応ね、見ておいて、念のためセッションタイム、ランダム、やめてくれやめてくれ、たまに場があるんだよね、アップね、セッションタイム、全然リアリ、ね、リアルで忘れることもある。なんかね、今年のバグでね、ちょこちょこね、なんかそういう謎のセッティングぶっ飛ぶ問題があるんでね、怖い怖い怖いよし、OK かな。よしね、そしたら、レーススタートですが、ローディング含めてなので、19分にスタートします。じゃあ、皆さん準備からしてください。19分スタートです。3分間完了して、次の部屋に、次の画面に行ってください。で、19分までにタイヤのセットとマシーンのロードお願いします。まあ、ちょっとロードが長ければまた再度アナウンスしますが、とりあえず19分目標で。大沢さん、みんなテキパキ。タイヤアロケーションも変わらずバランスで、同じくバランスで。さあ、ということでね、気を取り直して決勝セッションの、ね、準備に、ね、なっております。じゃあ、その間にちょっとムービー見ていきましょう。チャンチャンチャン。はい、ということで今シーズンラウンド1バーレングランプリ決勝のお時間となりました。ということでね、今日カテゴリー1アシストなしの部門でのレースとなります。グールグール絶好のレース日より、ね、開催。タイヤ選択。グールグール。で、このバーレンなんですけど。グールグール。まず、日が落ちて真っ暗になっていくセッションとなっています。グールグール。で、こちらサーキット。もう今18分なんですけど。タイヤ選択。15個のねコーナーとなっております。ね、DRS 区間がね、ホームストレートと、セクター2のね。短いストレートのところに2か所感じになっています。で、全体的にサーキットの特徴としては、まあ、ちょっとね抜きづらい、マシン設定の意外と抜けないサーキットになっているので、スタートのまず1コーナーでいかにポジションね、で、セッティング全部移して上げれるかっていうところと、まあ、タイヤ戦力しっかり、ね、タイヤ温まるまでの間回らずにしっかり、ね、走り切れるかっていうところがまず一つポイントになってくると思います。で、今年のね、まず一つポイントなんですけど、タイヤの持ちっていうところがね、一つドライバーの力量が試されるところなのかなっていう感じですね。結構ね、ドライバーの 29.2 ラップ、 OK、 結構大変なので。タイヤミディアムでいいんすか。ソフトです。ソフトじゃないや、ハードです。ハードにしましたちゃんとハードです、ね、とりあえずちょっとね、今ドライバーの準備が終わったか見ていきたいので、ちょっとチェックしてきます。少々お待ちください。ハード選択もそれなりにいるな。チェック大丈夫ですか。でしょうね。準備終わってますか。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫です。はい、準備終わってますか。大丈夫ですか準備終わってますか。びっくりしたわ。びっくりした。びっくりしたわ。LTE にも入ってるってこと、本配信にも。あれかな、あの。本配信には乗らない。準備大丈夫ですか。音声は乗らないようにしてるわ。はい、準備大丈夫ですかって言って、はい、自分でね。はい、準備大丈夫ですか。聞いてるだけだから大丈夫だわ。大丈夫か。大丈夫じゃない。大丈夫か。できなくなった大丈夫かな。マイク入ってないから
列車専用コメントにひろゆくん OK で分かって。はい。いや、ハード多いな。準備大丈夫ですか？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10台ハードいるぞ。やば。準備大丈夫ですか？え、それだ。もしもーす。はい。こちら準備大丈夫ですか？はい。OK。はい。準備大丈夫ですか？のるさん、まーちゃん、OK?OK、OK?、OK。はい、今ドライバーの今ちょっと確認取ってきたので、はい、じゃあ、レースの方、スタートしていきます。じゃあ、皆さん、準備完了してください。あ、レース始まりで前でよかった。この回線バグ。80キロ。今ドライバーのチーム全部にチェックかけて。80キロ。ライン越えるまでに。あ、そうだそうだ。忘れないように。そうです。普段後ろから走んないから忘れてたよ。俺もね、去年の最終戦すっかり忘れてたから。調整にしたのでチェック。よし、行きましょう。スタートマップに問題はないが、ギアをチェックしたい。すべてのギアに入れてみてくれ。それとブレーキをしっかり温め、タイヤにも熱を入れておくんだ。ハードタイヤスタート多いですね。ちょっと行ってくんね、行ってくんね。ダーサン、ダーサン、ダーサン。もう超えてたのに。さあ、来すぎるよ、ダンサー。飛ばして飛ばして。今年からがね、グリッド手動でやるんですよ。でピットのハンドル切るタイミングもね、手動なんですね、今年から。楽しいぞ。なのでここまでね、自分で手動でバーンダウトができるんですよ、タイヤのウォームアップが。完璧な位置だ。レース開始でうまく飛び出せたら一気に有利になるぞ。後ろすぎだ。グリッドについてないマシンがいる。シグナルに集中していろ。マーチャーのすごい守備にいる。あ、シルフィルさん。スタートだ。いや、めっちゃ緊張してくるんだけど。頑張ろう。頑張ろう。我慢せんに。タイヤ
火させないでくれ。コースアクシデントが発生し、デブリが散乱してる。それ俺滑ったんだよ。そこにマーチャーさんが多分突っ込んじゃってさ。やーマシンダメージがめちゃめちゃ出て高いぞこれ。大丈夫か？俺フロアにダメージいった。やーマジかよ。何がどうなった？ユミさんが。あマーチャンフロントリング全損。目の前でいきなり玉突き始まって、そこ避けきれずにかかった。あーごめん、多分無理、あれ避けない。ごめん、多分俺だ。しゃあねえな。滑ったのよ、1コーナーで。あーで、そこにまーちゃんさん突っ込んじゃった。なるほどな。避けねえわ。これ多分何らかの俺ペナルティー来るかもしれない。デルタが低すぎる。ペナルティーを食らう前にペースを落とせ。まあインシデントでしょ、一周目のスタートだし。ダメージ痛いね。た状態で走ったことねえんだけど。まあまあちょっと抑え気味で数周走って。少しペースを上げた方がいいな。観察確かめよう。前との距離を10台分以内にするんだ。サイドポッドにダメージがある。空気抵抗が増えるはずだ。アンダーボディにダメージを受けた。気をつけてくれ。いやこれソフトスタート正解だったね。失敗した。申し訳ない、俺のせいだ。いやこれはしゃあねえ、私が避けれないのは悪い。いやコントローラーだったり避けてた。コントローラーだったり避けてた。アンダーボディに少しダメージがあるようだが、今マシンコンディションジェフに聞いたら、サイドポットとアンダーボディのダメージ、ね、サイドポットアンダーボディか。あ右サイドだと右分からん。あ右だ、右曲がっちゃってっから、あれだな、右コーナーかな多分、うん、右コーナー多分アンダー気味になると思うから、そこだけ気をつけてもらえれば。了解。サイドポットにダメージを受けた。少し空気抵抗が増えそうだ。まだ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 ダメージはあるけど狙えるから大丈夫。冷静に行こう。さんがね、ポンって左に飛んでったのよ。それをに聞い取られちゃってさ、1コーナーで、なるほどね、1コーナーでスルーって行っちゃって。この週で入る気がする。あいやまあまあまあディレイ長かったから集中力がね、集中力は高かったんだけどな。私スタート決まってたんだよ。おそれが悪かった。あっちゃスタート抑えるレベルでもスタート決まってたせい。
多分誰かがねトラックリミット超えてる。多分誰かがトラックリミット超えてる。前の車に追いつくんだ。どんどん離れているぞ。車間距離は10台分以内にしろ。あタイヤが冷え冷えできつい。そうねはい、イージーサーフ、イージーサーフ買えた組と買えなかった組で床並びダメだからね、気をつけてあ、ねえもうじきレース再開だタイヤ冷え冷えってさレースが再開してもグリーンフラッグが振るまくるの怖いんだけど70度ぐらいだったら大丈夫全然クリップするある程度はタイヤ違うな曲がんないんじゃないの曲がりすぎるんだタイヤオーバーになってんのめちゃくちゃオーバーになってるフロアダメージオーバーになるんだ今回今の選手ウィングダメージない大丈夫なんもないと思う何もないんだけどあのオーバーすぎてねアクセル踏めねえ無理せず無理せずシャーパーダメさんコンマ5秒もペースコンマ8ぐらい違うからあまり無理して抑えようと思わなくていいペース高さの方早いな先に行かそう行かせ集中しろ順位を上げるんだフロアダメージ入ってるからストレートもちょっと遅くはなってる
めちゃくちゃ怖い。今結構白線も越えてたから、そばに目を取られた。1.6 km ですね。
3番手に引き、ほんま1かほんま2秒くらいで追いついていけるから、まだ気にしたくて大丈夫です。前のマシンはラップタイムで1秒ほど速い。1秒だ。あーやっぱまさかのルーザーキルティナを攻略。11番手にポジションアップだ。伸びねー。ラップタイムは安定してる。大丈夫、大丈夫。
しい。気をつけろ、相手に譲らなければペナルティーだぞ。旗の設定ちゃんとなってる、ね、ああなってる。いや大園さんに詰められたな今のイエローせいで詰められちゃったな。謎のイエローを入れちゃったな。おかしかねイエローの当事者じゃねえ。当事者だった今。プレッシャーで稼いでからその調子で。これは今週ちょっとバトルに入れそうですね。あーとレンディがバランス崩した。回ってしまった。痛い。これは痛い。キルカメラ捉えてしまった。サワービスクの間にポンチョップ。いやレンディ攻めていったところ回ってしまった。ヒロヒロくんやったな。ヒロヒロがヒットレースグルスを5秒ペナルティー。ダンピグがトップすり走ってた。ヒロヒロにここで5秒ペナルティー。焦ったな。わかるぞ。トップ走ってるとプレッシャーやべえからな。トップ3はマジでプレッシャーやばいからな。あれまた回ってるな。
そろそろタイヤクリップ触れ、結構触ってきてるから気をつけて。大沢さんのミディアムってどこで変えたやつ？大沢さんのミディアム、大沢さんのミディアム1周目、あ、1周目のバタバタで切り替えてる。そう、バタバタで切り替えてる。タイヤかなりきついと思う。ミディアムタイヤだいたい14周あたりでも 40%、50% いってるから、今もうタイヤかなりきついと思う。タイヤ的にはこっちの方が有利。あ、大沢さんやっぱりまた。あ、大沢さん回ってしまった。消えるカメラ捉えてしまった。大沢さんスピン、これ6番でポジションダウン。やっぱタイヤきつかったね、ミディアム。高さ5番手にかかってです。これ気持ちの1つ、プレッシャーが総合かかってなります。昼カメラ捉えてしまった。ちょっとペース早いから、だって多分ダメージ受けてないでしょ。うん、受けてないと思う。ペース早いからね、ついていけないと思う。そろそろ熱入ってるから置いてかれるので、このままの調子でいきましょう。あー、レフィルフィルさん、こうやってプレッシャーが解放されて結構伸び伸びと走れてますね、今。大沢さんピットを、残り10周になるね、次の周で。あれだな、ペース出てねえな。いやー、俺もきつい。タイヤがだいぶきつくなってると思う。ストレート離される。タイヤに履き替えたときにフロアのダメージ影響出てると思うから。
ハードタイヤ、全くタイム変わってないよ。コーナーの速度が歴然と違う。もうずっと34秒キープしてます。だって速く走れないんだもん。いやいやいや、速いから十分。破損してそれは速いから大丈夫大丈夫。今の状態でピットイン後の最後流ポジションが6番って姫さんに行かれるね。あ、姫さんに行かれる。大沢さんでもギリギリ行かれないわ。全然大丈夫だわ。姫さんに行かれるぐらいか。22秒か。なるほどな。前にいるマシンとの差は 2.1 秒。いた仕方ないと思うよ。こっち万全じゃないからね。姫さん多分万全の状態だから。いやでもね、晴らしてはいるんだよね、実は。この状態でも辛くなってきたね。今22周でしょ。あで7周、ソフト7周今年切れるか。ハードタイヤだったらもう1周はいける。まだいけるんですよ。いける、うん、でも22周に入るとこ。ギアリスさんってピット入った？ギアリスさん入ってない。このシューピットでいい気がする。これだったら大丈夫、大丈夫かな。セーフティーが出ねえよな。このシューピットでソフト履き替えれば走り切れる。どうしよう、入るか。うん、入っていいと思う。姫さん引き離せんでしょ。現状はこのタイヤで同じタイムであれば今の周入っちゃえばギリギリ追いついて抜ける可能性はある、うん、タイヤの差でいけるはず。最高の出来だったよ。そして高さもビットイン。姫さん今通過。はい、姫
さんがハードで前に。リレーがハード VS ソフトのバトルが。タイヤを大事にしよう。このタイヤで最後まで走るんだ。激安のバトルになりそうこれ。うわだいぶ離れたな。すでに14秒。タイヤ温まってスタート済みと、まだタイヤが温まってないソフトのバトルになりそうですね。まあ、残り周回数的に、おそらく追いつくには追いつくと思うんですが、ここをどう防げるかっていうことですね。いくらかエネルギーを消費しよう。楽しみになってきました。遠くに見て気をつけてね。マシンとの差は 6.7 秒。さん2タイヤー、いやーセーフティカー、バッチャル、バッチャル、タイム気をつけて、デルタタイム気をつけて、3点のところですね、3点のところで2タイヤしていますね。余裕持ってリスタートしよう、余裕持って、後ろも完全にいなくなったから、ね、20秒だから。ピット入った、あソフトに変えてくる、ただセーフティーカーは入ってません。バーチャルセーフティーです。ああ現在25分でバーチャルセーフティーが入っています。このタイミング姫さんがピットイン、ここまでに変えた、逃げ切れる、いける、いやーどうだ、いけるいけるいける、無理しなければいける、残りのコースクリアだ。 OK リスタート、マシンとの差は 23.6 秒。これで10番手に、まあこのまま安全運転できます。うん、OK、もうだってどうしようもできないから、うん、いや正直開幕のあの状況から考えたら5位はかなり高い、大丈夫むしろサイドポットより壊した状態で5位入れてるのすげえ。
サンスピーロー、これはシェルフィナサンスピン、姫さんとのタイム差なし、大丈夫です。あ、注意してくれ、前でされたらシェフィナサンスピン、シェフィナサンスピンしてから気をつけて、とりあえずもう立殺はしてるからだ。あーダメだ、スピンしてる。あ、いいよ、グリーンフラッグだ。オッケーオッケー、グリーングリーン、またスピン。誰だあれ、タイレクさんか、いや違うんだ、マーちゃんだな。タイヤキさんとヒロキさんにやり合ってる。誰だ、もう一人スピンした、最終コーナースピン、セボさんスピン、ごちゃごちゃなってる、ごちゃごちゃなってる、マーちゃんなんということだ。セモさんスピン、セモさんが耐えきれずにって感じですかね。あ、待って、タラさんが待ったか、これタラさんに落ちた。あ、2番、3番、4番手だ、団子になった。どうなってる、どうなってる、いいな、前の方楽しそう。いや、そもそもレース走れてない人いるので、あ、あ、すいません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 、もう大変申し訳ございません。それを招いたのは僕の責任なので、最後まで走り切って、ちゃんと頑張ります。ポイント取ってきて、新品ソフトですね、これタラさんが新品ソフトに変えて、あーで、タイヤさんができましたね。あー、これタイヤさんが踊っていく、ただなー、なのでセモさん、パンクか、一周目のやつとセモさんとの接触でペナルティーまた入りそうな気がする。セモさんとの接触はあれしゃーねーと思うんだよな。一応ラインは開けてはいたから、インシデントで片付けはするんだけど、並んだ時にどうだったかなんだよね。正直並びきれてはないんだよね。タイカさん、イボ単位してるときにセモさんスッと入ってきちゃってる感じもあったから、一応赤アロー出てたから、まあ、最低どうなるか、外側に振ったんだ。で、うん、振ってはいた、大丈夫大丈夫、これいければでかいですね。で、インラインギリギリは空いてた、ちゃんと、ただ行き過ぎた。気をつけてねって言ってた時点でやっぱり行き過ぎた。なるほど、さすがやっぱそこは元チームメイトですな、うん、はい、ミヤリスさん、これでゴール。お、よかった、あれされなかった、ラップダウンされなかった。トップはリアリスがチェッカーを切って見事フェラーリ、リアリス優勝。さあ、サスペスの行方はどうなるのか、まあ、安全に行く、安全に行く、安全に行く、完全に後ろ姫さんもチェッカーを伺っているので、ゆっくり帰ってきてください。ゆっくり帰ってきてください。姫さんまであれか、ラップダウンか、ラップダウン、はぁ、ええな、無事に持って帰ってきてくれ、よくやってくれた。いや申し訳ない、
せっかくの開幕戦を台無しにしてしまった。これはもうこれは第2戦でもう優勝に狙うしかないでしょ。いやもう頑張っていただきたい。いやマジでダメージ受けるとこんな走りづれんだ。走りづらい、マジで走りづらい。すっげえ走りづらい。まあそれを招いたのは俺が滑ったことなんですけど。フルベースリプレイ忘れないでね。ああそうだそうだ。一応トラックリミット。さあ見事開幕戦優勝フェラーリのリアスだ。去年のワールドチャンピオン波乱のレースを制して見事優勝です。おめでとうございます。おめでとう。いやーやっぱ早いね。いやいやマジこれはそのままなんですね。シャンパンファイトも今年はね演出が豪華です。はい、それで見事リアリスが優勝。そして2番手村瀬正、わずかに届かずって感じでしたね。最後パスです、ね、狙いに逃げたけど、あ前に取るダメだったんだろう。あれ3番手待機花もたれどんどん上がっていきました。そしてヒロヒロ5秒ペナルティーでかかった。最後ハードタイム、もうちょっとソフトには辛かったというね。対ソフトにはちょっと辛かった感じでした。で開幕から結構ね、まあダメージ大きいまま走ってて、タカさん見事5番手で走り切りました。そして6番手ヒルメさん以降はワンラップダウンですね。あれなんやね、接触誘発とかその辺もないんだね、ユミさんのやつ。そう、決定的なダメージしかないんだね。もう目の前で止まられたからね、どうしようもなかった。あで大曽さんが15番手で、ユミさんが16番手、これリタイア組ですね。 DNF となっております。2対リタイアという結果になりました。さあ、どこで他もね、メモっていきましょう。あれ、ビタンって止まってたら何だったんだろう、あれ。いや、多分前がこう玉突きになっちゃってる状態で行けなかったんじゃない。あれか、体力差に突っ込んだのかな、私これ。あら、見るとさ、まーちゃんが高さに突っ込んで、レンジさんがまーちゃんに突っ込んで、体力さんがレンジさんに突っ込んでって言ってから、そっから少しだけ私が突っ込んでってなってる。そういうことだわ。それを招いた俺が多分ペナルティーなんかもらうでしょう。そしてマシン大破2敗なので、まあ、どうだかな。お金がめっちゃ飛んでる。いや、コントロール下にある状態であれば、多分もらわないんだろうけど、ね、コントロール下になかったからね。それは後ろスーッと滑っちゃったんだよ。オープニングまあ一周目だしな。大クラッシュ。自分がコントロール下に置いてるかどうかなんだよね。多分。何があったのか。いやでも1周目の1コーナー目のスピンってさ、まあよくある話ではある。割とそうよくある話でインシデントで終わるんだよな。まあ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 、そこら辺はね、最低が出てからですね。ですね。終了となります。明日がカテゴリー2。まあ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 、まあ、なんとかなるさ。そうオープニングレースどうしまっちゃったかんでね、めちゃめちゃごちゃごちゃしてるよね。ラウンド2だいぶいないからな。朝なんですけど、カテゴリー2のバーレングランプですね。あります。で21時からスタートとなりますので、よかったらね、明日のレースも皆さんよろしくお願いします。オープニング前と後ろでクラッシュが、ヒロヒロさんそうだね、前と後ろでうまく抜き
にピステッタキってね、あれないよな、あの平均ペースは多分そんなに速くはないんだけど、マッチさんがね担当しますのでね、よかったらね、カテゴリー2の方もご視聴よろしくお願いします。で今日ね VR チャットベストラップ間に合わなかったって人はね、だけで見るとVR チャットインストールして、リアリスさん、タダスさん、たいやきさんの次なんだよね、 VTuber、うん、GP スポーツバーでね、ギリギリ姫さんだからしっかりペースペース出てたんだ、ちゃんとちゃんとペース出てるよって言ってたじゃん、大丈夫だよって、だいあのなんだろう、ペースは出てるんだけど、あのずっと練習してる状態からすればペースは出てないのよ、34秒台なんてクソ遅いと思ってるからペース出てるから大丈夫だ、ハードで33秒台で回れなかったら勝負権全然なかったんだけど、33秒台で回れてない時点でやっぱりちょっときついなっていうのがあったから、いやその開幕戦からまあ荒れるは荒れるわっていう感じですね、本当に5位なら OK ですよ、加速して、まあ後ろと15秒差ぐらいだったから、何かしらのペナルティーもらったとしても15プラス15秒もらうってことはないだろうから、うん、優しい方多分もらってもペナルティーポイントだと思うんだ、まあ、追加で、うんうん、ギリギリ大丈夫だと思うよ、で、ね、いやまずにしても1コーナーそのなんだコントロール感になく一応とでゆうみさん事故らせちゃったのは申し訳ない、基本的に、まあ、1週間開けて次のレースっていう感じになります、あーあれを受けれないのはね私が悪いからあれご視聴するマジあれマジか、申し訳なかった、本当申し訳なかった、まあ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 そのだその代わりにちゃんと5位持って帰ってくれたから、とりあえずとりあえずポイントは新しいレイアウトにあったオーストラリアで行われます1月24日ラウンド2のレースとなります、で明日はラウンド2頑張ろう、レースバーレーン、ありますのでぜひそちらもご視聴ください、21時からスタートとなります、ラウンド2はで、そして、ね、今日ね VR チャットに来てくれた方ありがとうございました、ぜひねオーストラリアの明日もグランプリですね、1月28日22時から乗ってますので、見に行ってください、よろしくお願いします、よければね来ていただければなと思います、はい、ということで私しか始めないね、よろしくお願いしますね、本当今回の僕の失態分を頑張るか、1位取ればいいけどな、もうぜひぜひ頑張っていただいて、バイバイ、頑張って練習する、もう走り方教えていや正直オーストラリアに関しては俺もきついなっていうのはあった、あのハンドルとかのね、あのアクセルとかはね全く分かってないからさああそう、どうしたらどうやってこんなに曲がってんだろう、スピンするんだろうなっていうのが全く分かってないから、そこら辺も2人かと一緒にあの見てもらってやりたいんです、はい、ということでドライバーのみさんお疲れ様でした、でこの後やべえ飛んでる録画をマーちゃんさんとの接触の1コーナーでポーン飛んでる、うん、ね、接触とか私が、いや俺タカさんマジ各ドライバーの視点のだいぶ思いっきり行ったんだなってことは、よくそれで帰ってきても、やっぱりこう1コーナー回ったところで横滑りして方向が、うん、変な方向に曲がっちゃってる、はい、2コーナーの方向いてんだけど、うん、スーってなってるところにばあちゃんがドーンって当たってポーンって浮いとる、あーもうそれはあれだな、たくさん悪くねいやほらだから滑ってるからさ、滑ってる状態で避けれるかって話、でもそれはね後ろの人が避けないとダメだからマジで減速度に何までできるはずだな、あ瀬茂さんの止まりきれてねえもんな、うん、で
それ割り食って茶屋さんウィング壊してんな。え、配信がもう終わったの？いや、まだまだ終わってないんですよ、これが。まあね、いや、ほんと、ゆうみさんの、ご視聴さんの皆様、大変申し訳ございませんでした。大丈夫だから。せっかくね、期待して見に来ていただいてる人たちに、ほんとこんな不甲斐ないね、ことにさせてしまったのは、僕の1コーナーで、コントロールを失ったおかげでございますので大変申し訳ございません。大丈夫だから大丈夫だから、いけるいける。まあね、しゃあないしゃあない、割れましょうかね、マジで。いやー、まあまあそれはね、第2戦第3戦とね、ちょっと通訳をね話していきましょうや。いやー、もうぜひぜひ頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。まあまあ、頑張っていきましょう。ではでは、このあたりで終わりたいと思います。今回、クラッシュしたのでハイライトなしでございますので、このまま終わりたいと思います。それでは皆様、お疲れ様でした。お疲れ様でした。バイバーイ。 OK、 おー、入ります。